ねえ、ヤクルトさんって知ってる？もちろん、会うと幸せになるんだよ。そんなの聞いたことないよ。ほんとなんだから。でもなんだか不思議、ヤクルトさんいつも同じ時間にやってくるよね。あ、ねえ、ついてってみない？ヤクルトさんってどんな人？ヤクルトさんってどんな人？2丁目の本田さんが百人力、ただ者じゃないと噂の人、庭の枯れ木に花が咲いた、空を飛べるらしい、変身できるらしい。魔法使い？正義の味方だよ。おはよう。あ、おはようございます。ねえ、ヤクルトさんってどんな人？私はね、正義の味方でも魔法使いでもないの。今日も私に声をかける、エブリバディを仲良くして、吉田さんと犬のベス、二十歳の二郎くん、三丁目の田中さん、藤井さん、佐藤さん、鈴木さんのワイフとボーイズ&ガールズ、大好きな街のみんな、人気者だ。正義の味方でも魔法使いでもないの。私はヤクルトレディ、幸せ健康運ぶ人、ヤクルトレディ明日の喜びを届けに、街のみんなの笑顔が見たい、それが一番の理由、誰よりこの街を知ってる。